北の国からはフジテレビ系で放送された日本のテレビドラマのシリーズ。原作、脚本は倉本総。主演は田中国恵。連続ドラマとして金曜劇場は区で1981年10月9日から1982年3月26日まで毎週金曜日22時22時54分に放送された後、ドラマスペシャルとして シリーズ化され、8編のドラマスペシャルが1983年から2002年まで放送された。北海道フラノ市を舞台に、北海道の雄大な自然の中で田中演じる、主人公、黒板五郎と二人の子供の成長を21年間に渡って描く。東京から故郷の北海道に戻り、大自然の中で暮らす一家の姿を描く。脚本は倉本総で、 北海道の雄大な自然の中で繰り広げられる。連続ドラマ放送後、8編に及ぶドラマスペシャルが放映された。主題歌の作曲、スキャットは、サダマッサシ。全24話、テレビ大賞受賞作品。異例の1年2ヶ月間に及ぶ長期ロケを観光。スタート当初は、視聴率も一時は一桁台に落ちたものの知り上がりに、 上昇し最終回には20%を突破。平均視聴率は14.8%を記録した。また最終回放送日には各新聞長官にお礼広告を出稿、視聴者から寄せられた当初も1万通を超えた。連続ドラマの公表を受け、10年単位で子役の成長を追う大河ドラマというコンセプトで当初から長期シリーズとする予定で開始。 ドラマスペシャルでは常時視聴率20%超えを記録した。すべての作品がビデオ化されている。第一話妻の玲子が家を出て半島し、東京が嫌になった五郎は幼い純とホタルを連れ、故郷の北海道はフラノで暮らし始める。以前住んでいた6号の廃屋を家族で補修し、電気も水道も内大自然の中での3人だけの暮らしが始まった。 田舎に馴染もうとするホタル、どうしても馴染めないジュン。ある朝、ホタルはゴロウに対し、自分たちがいなくてもここで暮らしたいか、と問いかけるのだった。第二は秋、北海道での暮らしの準備が進む。しかし、不便な生活に馴染めないジュンは、東京に残る母、玲子へと手紙を書き、投函をホタルに託す。ところが、ホタルは町への道すがら、手紙を川に落としてしまう。 その日、六号の五郎を訪ねてきたのは、玲子の妹、雪子だった。しかし、都会の空気をまとう彼女を、五郎は快く迎えられないでいた。一方、矢になっても戻らない蛍を探す男衆。騒ぎの中で、純は五郎に思いをぶつける。第三話冬を間近に控え開拓が進む、ある日の夜、雪子は、身の上話と共に、改めて純の気持ちを五郎に伝えた。 ゴロウは苛立ちに似た感情を抑えられぬまま、純を東京の霊子に託す決心をする。三日後、駅を立つ純に、六号の主とも言える聖吉は、負けて逃げ出す人たちを何人も見送ってきたと呟いた。その声は純の心を静かに揺さぶる。夜、ゴロウと蛍だけになった家の前に響く車のエンジン音。扉の向こうに立っていたのは、第四話冬を迎えたある日、 東京から弁護士、本田よしシがやってきた。彼女は真剣についてゴロに詰め寄る。さらにホンダは、ジュンたちに接触し、母からの手紙の存在を伝えた。翌日、ジュンは一人で本田を訪ねる。ゴロと共に霊子の浮気現場を目撃したホタルは、ガンとして、父の側を離れなかった。ホンダと対面したジュンは会話の中で、半年前、夜中に電話で誰かと話し込む。 母の姿を思い出していた。ホンダは、玲子と電話をつなぐ。受話器から漏れる、母の声。狼狽した順はホテルを飛び出す。その先には、雪に渦漏れるように、見慣れた一台の車が止まっていた。第5話弁護士との一件以来、父に疎まれていると感じている順。一方の五郎は、偏屈者の笠松記念継から、あの土地は自分のものだと告げられる。 その気熱には、黒板家を訪ね、火起こしの練習をする順に開拓の苦労話をこぼす。夜、酒の席。笠松郎を悪く言う、大人たちに耐えきれず、感情を爆発させる順に、五郎はつい手を挙げてしまう。落とした帽子を踏みつけ逃げ出す順は、その後、蒼多にたしなめられるのだった。子供たちが寝床に入った深夜、五郎は数と酒に酔う。 頭には純の帽子が乗っていた。第六話マフラーを編むユキコ。純はソータへのプレゼントだと考え、ソータについ漏らしてしまう。ユキコに惚れているソータは意を消し、ユキコにキスをする。しかしある夜、ソータに思いを寄せるツララがユキコを訪ね、静かな口調で、覚悟がないなら、ここにいてほしくないと本音をぶつける。その言葉に、かつての苦い恋を思い出したユキコは、 数とタバコに火をつけるのだった。加えて、五郎からも農家につぐことの重みを聞かされた彼女は、六号の人々の思いを抱えきれなくなり、一度東京へと戻っていった。第七話学校帰りは中畑で父の帰りを待つ純とホタル。ある日、純は衝動的に玲子に電話をかける。玲子は涙ながらに純との会話を喜ぶ。母への死亡が募る一方、 父との距離は開いていく。見かねた中畑は、クリスマスイブの夜、ジュンを悟すのだった。父の優しさや苦労を初めて知るジュン。夜、家に帰り着くと、そこには二人分のスキーセットが置かれ、靴下が履かされていた。夜、ホタルは五郎に、黙って、母に電話したことを浴びる。タイミングを逃し、黙ったまま滑るジュン。その方には、 涙が一筋流れていた。第八話年末。五郎は沢から水を引く作業を進めている。その夜、つららは草太に朝日川へ出ると告げる。しかし草太は雪子を諦めた。一緒になろうと返した。そして大晦日。黒板下に水が来る。抱き合って喜ぶ五郎と純ホタル。教師の良子も手伝い。初めての団乱の準備。夜、 ゴロウは涼子を車で送るが、彼女から潤との間にある溝のようなものを指摘される。数と帰宅するゴロウ。そこに、小吉の家で紅白を見るというあてが外れ、落ち込む潤と蛍が帰ってくる。そんな二人を、ゴロウは夜景の見える場所に連れ出し、感謝の言葉を述べる。そして順に、互いに遠慮を捨てようと呼びかけるのだった。帰宅すると、そこにはなぜか明かりが。 ユキコが戻ってきたのだ。第9話1月5日。スキーに出かけたジュン、ホタルたちと入れ違うように、レイコが黒板化を訪ねてきた。五郎は動揺しつつも、彼女を招き入れる。子供部屋でホタルのパジャマに顔を埋め、子供たちを懸命に感じようとするレイコ。夜、ジュン、ホタルたちが帰宅。片付いた部屋、新しいラジオなどに、ホタルだけは、 来客の気配を感じ取る。そしてパジャマに残る匂いに母の来訪を確信するのだった。翌日、車の中から子供たちの姿を見て、玲子は空港へ。その後、黒板家を訪ねてきたのは、五郎の幼馴染みである小吉の母、そして、蒼太だった。大人たちの会話から何かを悟る順。夜の段々で、五郎は、ラジオは、母からのプレゼントだと明かす。 しかし、淳とホタルは勤めて明るく振る舞うのだった。外は風が強く吹き始めていた。第10話、風力発電の部品が届いたという知らせを受け、ユキコと淳は車で受け取りに向かう。しかしその帰り道、フラの一帯は急な吹雪に襲われ、ユキコの車はスタックしてしまう。その頃、キネツギが馬ぞりで黒板家を訪ねてくる。 開拓の苦労を知る記念次は、電力会社に電気を通してもらえというが、五郎はやんわりと拒絶するのだった。日が沈み、町は停電によって、機能を失う。行方不明の純と雪子を探す術が失われ、途方に暮れる男たち。中畑の下で働く熊が呟いた、馬ならの言葉に、五郎は、諸自宅へと走る。やがて車の中で遠のく、意識の中、 ユキコとジュンが聞いたのは、馬につけられた鈴の音だった。老婆は風雪をついて進み、ついにユキコたちの元へとゴロウを連れてきたのだった。第十一話遭難事故後、ゴロウは、酒と謝礼金を持って木熱着を訪ねるも、すげなく追い返されてしまった。遭太は、自分の牧場でユキコを働かせるが、そのためつららとの距離は開いてしまう。一方、金の剣で、 ゴロウが絹次を侮辱したと思い込んだ正吉は、淳に喧嘩を吹きかけてくる。ゴロウとユキコの中を冷やかされた淳は、ソータに喧嘩の仕方を習う。また、ソータ自身も周囲にユキコとの中をたしなめられ、それがもとで乱闘騒ぎを起こす。警察で事情聴取を受けている時に、ソータは、つららの家出を知らされ。淳は、ユキコやソータの行動に憤りを感じ、 ついに雪子に冷たく当たるのだった。その夜、静寂を破り、悲鳴が聞こえた。再びホタルに懐き始めた狐が誰かの罠にかかったのだ。絶句する、純、同国するホタル。しかし北の国の様々な騒ぎを飲み込むように、雪はまた強くなり始めた。第十二話つららの行方は用として知れず、罠にかかった狐も姿を見せない。 学校では小吉が狐のいづけを非難するが、その後、祖父が虎ばさみを仕掛けたと良子に告白する。事情を察した良子は、純とホタルに、北海道と都会では、人と動物の距離感は違うと語りかける。その日、帰宅した純たちの目に映ったのは、風力発電用の風車。ついに灯った電球に歓声が上がる。夜、牧場で、 聖吉に辛く当たられ帰宅したユキコもその明かりに救われるのだった。そんな時、笠松次熱次が黒板家にやってきた。罠のことを詫びに来たのだ。んたちは素直にその言葉を受け入れる。そして、そうか。もう4ヶ月ここで暮らしたかという笠松郎の言葉をかみしめる。北の国で生きることに慣れていく純とホタル。こうして一家は初めての冬をしのいだ。 春はすぐそこまで来ていた。第十三話五月。本格的な春を迎え、人も動物たちも活気を取り戻す。淳とユキコは入院した霊子を見舞うため、東京にいた。思わぬ息子の来訪に喜ぶ霊子。しかし淳は母との距離を測りかねていた。病床の霊子は強がるものの、回復の兆しを見せない。翌日、淳はほのかな思いを寄せていた。 稽子たち旧友に会いに行く。皆なで集まるものの、いつしか北海道の暮らしに慣れていた淳は、宣伝された友人たちの会話に入れず、疎外感を感じるのだった。その日、見舞いに来たのは、玲子の恋人、ヨシノだった。ただならぬ空気を察知する淳。三日目、日曜。ヨシノの誘いで出かけることになった淳は、ヨシノから母と東京で暮らすように迫られる。 さらに稽古からも無邪気に母子で家に来ればいいと誘われ、北海道と東京、父と母、純は分岐する自身の未来について悩み始める。あくまでもドラマが続いた場合の倉本層の構造であり、映像化並びに書籍として活字出版化されているわけではないので注意が必要。気境ではどこかで生きていると、例の口から語られている。第一話は、 喫茶店の中で流れる、スメタナ、我が祖国の第二曲、ブルタバの旋律で始まる。メインテーマ以外にもドラマで使用されたギターサウンドは、当時、サダ・マサシツアーのメンバーだったギタリストの坂本昌治が手掛けている。サダ担当のサウンドトラックとは別に多数の楽曲が使用された。ジャンルは、クラシック音楽やフュージョン、J-POP、演歌と幅広く、 連続ドラマ時代には、比較的、中島みゆきの楽曲が多く使用されていた。連続ドラマ時代ドラマスペシャル映画、北狐物語とアドベンチャーファミリーの大ヒットにより、似たようなものができないかと、フジテレビから倉元に話が持ち込まれたことから企画が始まる。コンセプトは、アメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ、大草原の小さな家をヒントにしたものと言われる。 あるいは、40年前に、倉本が富良野に移住した際、大晦日に夜逃げしたと思われる、口を果てた農家の廃屋を発見したことが原点とも、発言している。主役の黒板五郎役は、大御所俳優からは、高倉健、田中邦へ、中台達也、菅原文太、北島三郎。演技派のベテラン俳優からは、小形健。二枚目の銀幕スターからは、藤達也。 その他、中村正俊、西田敏行などが候補に上がったが、最終的には情けなさそうな人物の父親像ということで、田中邦江を抜擢した。なお、菅原文太は、北の国から九十二巣立ちに特別出演している。当初はゆき子が五郎に惚れるという設定だったが、主役が田中邦江になったため恋愛対象相手が変わった。倉本によると、 それ以外の役は主にオーディションで決定した。吉岡は遥かなる山の呼び声を見て、かつオーディションでズバ抜けていたのですぐに決まった。中島はみんなが遊んでいるとき、一人で機材を押す台車で遊んでいた独特の雰囲気で決まり、それ以外の残った子が中沢慶一氏、塩沢徳子、古本慎之介、長堀津氏瓶になった。 定役はオーディションで決まった子がマネージャーと喧嘩して事務所を辞め際オーディションをしても決まらずモデル会社から勧められて横山めぐみに決定。集役の宮沢りえは倉本は反対だったが杉田が惚れ込んでキャスティング。玉子役はオーディションで杉田が決め、決役の内田は倉本の一押しで決めた。制作費予算は総額約6億円で1話あたり。 約2500万円。ただし、倉本によると、実際には1話あたり5000万円近くかかり、放送前の時点で赤字が積み上がったため中村敏夫プロデューサーが、心痛から急病で入院することになったという。連続ドラマでは、東京の場面が多いが、これは東京と地方の対比を描きたかったことと前述の番組予算問題のためである。 純による東京のガールフレンドに語りかけるナレーションが物語の語り手となっている。今日僕はなわけで死っておりと思われなどの特徴的な口調は同じ倉本脚本のドラマ全略おふくろ様で主役を演じる萩原健一によるナレーション手法を転用したものである。倉本は全略おふくろ様で初めてこの手法を使用した際に 口調は山下清から流用したが、本作でもそのまま使われる形になった。後のスペシャルカゴアがアールフレンドに語りかける設定はなくなったが、このスタイルは踏襲された。また倉本は、良野に来た頃の僕の目線で書きたかったため、とも語っている。フジテレビ系列局である北海道文化放送が連続ドラマ版を 開局10周年記念番組として位置づけて番組制作に協力しその後のドラマスペシャル版でも制作協力をしており毎回長期にわたる北海道ロケによって制作された SP の最後に毎回回想シーンがあるのはこれが最後という気持ちで制作していたからである最初の放送からドラマスペシャルが21年間にわたって放送されたが制作スタッフの高齢化による 定年退職や長期ロケによる高額な制作費により続編の制作が困難になったことから2 0 0遺言、をもってシリーズの歴史に幕を下ろした。また倉本は著作の中で演出の杉田はスタッフの高齢化をやめる理由に挙げていたが、五郎さんや純やホダルがいなくては無理だがスタッフは新しい人に変えられる。杉田自身がやる気をなくしていた。 国ニさんはやる気があったが、吉岡は続ける気がなかった。地位がなくなったことも大きく、大滝さんも亡くなった。岩木の聡太を殺したのは大きなミスだったと述べている。舞台を六号とする着想は、フラノに移住した倉本が六号で林業を営んでいた人物と出会ったことが、その始まりであった。ドラマに登場する中畑和夫はこの人物をモチーフとしたキャラクターである。 この人物は、妻と共に、ロケ地の提供や撮影への協力を、献身的に行い、ドラマを支えた。倉本は彼を、北の国から、の全作品を通しての最大の功労者、彼がいなかったらできていないと記している。また、彼をはじめとするフラノで出会った人々についてはエッセイ、北の人命録に詳しく記されている。番外編本作終了後、美しい自然や祭りなど、 フラノ市は日本中に知られるようになり、過疎の村だった六号地区には第一作放送直後から休日になると数百人の観光客が見物に訪れることとなった。最終作が放送された2002年度には249万人が訪れている。フラノは北海道の観光名所となり、ドラマに使われた丸太小屋が再現されたほか、 富良野市農業共同組合駅前4号倉庫を改造した北の国から資料館が設けられた。連続ドラマ第1話、黒板親子が降り立った布部駅の入り口脇には、倉本の筆による北の国ここに始まると書かれた石踏みが建てられるなどした。ありがとうございます。